すごいな、これかなりこれ草めっちゃあるってことはかなり放置されてるな。ここはね、この2階がすごいんだよ。もう崩壊してるね、やっぱり。ちょっと危険だけど、ちょっとね2階まで上がって見てみます。はい、うわ、クモの巣。完全にここはもう階段の先は何もないですね。下に落ちちゃう感じ。わあ、2階、机と椅子があるけどほぼ何もないね。で、ほぼ床がもう抜け落ちてる。ちょっと、はい、で、ここはね、なんかね、焼けたのか崩壊したのかわかんないんですけど、枠組みしかないんだよね、ここ、この間、別館なんかな。まあ、いや、で、ここ行くとフロントね、このホテルになる、この多分泊まる人の書く紙がある。で、電話があるってことだったんだけど、電話はね線しかなくて、線が切れてんだよね、あそこで。だから電話はないんだけど線はあるっていうね。だからあそこに電話線みたいなのがあるから、うん、怖い、この落書き。扉でね、こっちって書いてある。わ、ここ客室で押し入れがあるけど、押し入れの底見て、ほら黒くない？焼けた後パンフレットめっちゃ落ちてんな。ほら、黒い黒い黒い。うわー、怖いよ。やっぱ大火事があったってことでね、多分ここが火災元なんかな。焼けた柱とかがね、こう真っ黒の状態で落ちてるし、あそこら辺もね結構真っ黒な、なんだろう、電線みたいなやつとか、木なのかな、木の焼け焦げたのがある。あー、無理。ちょっとなんかここだけ変な空気する。うん。で、まあ客室があって、ここがトイレ。怖い。かなりここかなり古いんだな。押し入れと布団もあるけど、やっぱ何もないね、基本的に。怖い怖い。ちょっとここなんだっけ、ここなんか物置。うわ、あ、当時の新聞、新聞がある。当時の、2階ね。ここの階段もね、すごい綺麗なんだよね。さっきの階段と比べて。死ぬって書いてる。怖いんだけど。2階もね、そんなに、ただ部屋があるだけで、押し入れと和室とパンフレットがあるくらいで、基本的に何もないんだよね。
畳だね、やっぱり。畳とか、押し入れ。やばい、冷や汗かいてきた。もうちょっとしたら落書きがあるぐらいで、全然ね、いっぱい落書きがあるってことでもないな。やっぱり和室とか木造ですね。家具とかも全部木造になってる。鍵のね、こっちよ。こっからがすごい不気味なんだよね。地下の大浴場があるところなんだけど、トイレ。ね、このレンガ。ここだ、大浴場。すごい、レンガ調で、天井はそこだけなんか穴開いてるのがすごい気に。なってない。すごい音鳴ってる、これ。めっちゃ音鳴ってるし。こっちもだ。こんな感じで大浴場なってるけど、なんかすごいここだけね、広い空間で。いろんなとこから音が聞こえるんですよ。もうダメだ、怖い。ここがすごい、やっぱり何かいるような感じでしたね。終わり。おい。どこ？